火山性ガスによって、硫化腐食した、屈作機錆びたボルト腐食とは、化学、生物学的作用により、外見や機能が損なわれた物体やその状態を言う。金属の腐食とは、周囲の環境と、化学反応を起こし、溶けたり、腐食性生物を生成することを指す。これは、一般的に言われる、表面的に、錆が、金属以外の腐食一般的に、 腐食は金属のみで考えられるが、セラミックやプラスチックも腐食、劣化を起こす。生物学的な腐食また、熱症の原因として、科学的腐食という表現が使われることがあるほか、生体あるいは生体由来物質の侵食あるいは腐敗も腐食と呼ばれることがある。以下、金属の腐食を中心に述べる。サビ、FE2 の生成金属の腐食は、酸化還元反応により、 表面の金属が電子を失って、イオン化し金属面から脱落していくことで進行する。生じたイオンは酸素により酸化物、水酸化物あるいは炭酸塩となり、表面に堆積することが多い。金属イオンが酸化物に置き換わっていく過程で、結晶構造や物性が著しく変化する場合は、金属が腐食すると、形状並びに強度が損なわれ錆として捉えられる。 金属表面の不安定さ普通、金属表面は薄い酸化物で覆われている。これは生成したばかりの金属表面は隣接金属が存在しない面を持ち、自由電子の非極在化によるエネルギー安定化の寄与がより少ないため、金属表面はエネルギー的に不安定化している。この不安定金属が速やかに大気中の酸素分子と反応するため、 酸化物のバリアー層を形成し、剥き出しの金属表面は自然な状態では存在しない。表面に存在する酸化物バリアー層は、金属種類や環境、加工や異物付着などによって異なるので、表面の防腐食性も変わってくる。言い換えると、物理的あるいは科学的作用により、酸化物バリアー層が損なわれやすいとバリアー層の、剥離と表面の酸化は繰り返され、 腐食面は金属内部に管理することになる。特に水分と微量の酸の存在は金属の腐食プロセスを加速させる。金属のイオン化傾向が H よりも大きければ金属表面は容易にイオン化するし金属酸化物に水溶性があればそれによってもバリア層ーソーは剥離される。ピッティングコロージョンこのようにバリア層アーソーあるいはメッキ面の天井の欠損から 腐食が貫入する状態は穴色と呼ばれる。ハロゲンイオンの存在はピッティングコロージョンの引き金になることが知られている。腐食によって生成された穴は金属表面に電気的な非極材を起こし腐食を促進させる。流解腐食が起きた材料断面の顕微鏡画像流解腐食600、摂氏800度でステンレスを製造した場合、クロム炭化物の積出が起き、 積出した分クロムが低い結晶流解が生成される。このクロムが低い場所は腐食に弱く優先的に腐食が行われる。この現象を流解腐食と呼ぶ。一種金属接触腐食また金属腐食の中心に酸化還元反応があるので、一種金属が接触している部位はガルバニ電池を形成するために腐食を加速する要因になる。この原因による腐食は、 異種金属接触腐食と呼ばれる。電飾電車から生じた、瞑想電流により生じる腐食。瞑想電流腐食、干渉電流腐食とも言う。なお、コンクリート、土壌マクロセル腐食、異種金属接触腐食などの自然腐食を電飾と呼称するのは御用である。なお、腐食傾向の判断に、電位 PH 図が使われることがある。1? 不動体金属酸化物バリアー層が水や酸素の内部侵入を阻止する金属は不動体金属と呼ばれアルミなどが例に上がる。この性質を利用したものにステンレス鋼がある。ステンレスに含まれるクロムは強固な酸化物バリアー層を形成するので鉄に比べて錆びにくい性質を持つ。二、防食皮膜の形成人為的に耐腐食皮膜を形成させることは 金属の表面処理して、ごく普通に行われている。耐腐食の方法で分類すると次のようになる。バリアー型被膜腐食しやすい金属の表面を、耐腐食性のある別の金属層で覆い尽くすことにより耐腐食性を向上させる。一般的には、メッキ加工として施される。あるいは被覆に樹脂を使用する場合があるが、金属面との接着性がメッキよりは劣り。 多分に装飾的な要素が大きい。多孔質型酸化皮膜アルマイトとして知られているアルミニウムの表面加工である。電解液条件を整えた中で地金金属を陽極酸化でイオン化し、表面金棒で厚い酸化皮膜層を形成させる方法である。なお、電気メッキは陰極で行うが、アルマイト化処理は陽極で行う。 犠牲アノード型飛膜ピッティングコロージョンを防ぐ一つの方法である。メッキによるバリアー型飛膜で膜圧よりも深い傷が生成すると地金が大気にさらされることになり逆にメッキ金属と地金との間で電解腐食を生じる。この時地金よりも4化傾向の大きい金属を採用するとメッキ層の方が優先的に腐食を受けるので 地金の払拭を大幅に遅らせることができる。この目的で鉄の亜鉛ッキが使用される。外部電源方式3、電気防食法、電気防食法には陰極防食法と陽極防食法があるが、一般的に使われるのは陰極防食法である。流電陽極方式水に浸止された鉄などの表面では局所的な無数の電池が形成される。この時、鉄は、 電気的な流れで酸化され腐食されてゆく。ここでアルミニウム、亜鉛、マグネシウムのような4化傾向の大きい金属を鉄などの非防食体に接続することでガルバニ電池を形成し、アノードとなった4化傾向の大きい金属へ電子が優先的に流れ腐食し、仮想度となった鉄が保護される。この4化傾向の大きな金属は犠牲用極と呼ばれる。 外部電源方式外部電源方式とは、犠牲用極と非防食体の間に直流電源を設置し、常に電流を流すことで、イオン化傾向に関係なく、非防食体を保護する方式である。4. 乾燥した空気を常時流す、吊り橋のメインケーブルは錆びないうケーブル、早期乾燥システムを使用しているところがある。この方式は、明石海峡大橋が最初に取り入れ、 その後多くの端に導入された。5、防錆防食の梱包材料、防錆油、防錆剤、気化性、防錆紙、防錆フィルム、乾燥剤、脱酸素材がある。主に、これらを、防錆フィルムや、ポリエチレンフィルムなどのバリア性のある、包装材料に金属と同梱して用いる。なお、防錆油は直接金属と塗布する必要がある。熱傷。 三小生体由来物質に細菌や真菌が取り付き、その物質を消化吸収して侵食する状態を腐食と呼ぶことがある。また、生物的腐食を腐食、それ以外のものを腐食として区別することもある。細菌や真菌が増殖し置換されていくので外見あるいは構造が損なわれる。通常は外部に分泌された酵素により生体由来物質が 消化分解される。生物学的腐食を防ぐには殺菌処理を定期的に施す必要がある。ありがとうございます。